岸田政権は長期政権になると思いますか。私は増税ばっかりの情報が出ないので明日には潰れてほしいです。本当に終わってると、もう今すぐにでもやめてほしいって感じなんですよね。いわゆる金持ちが悪だっていう政策をやってる、本末転倒だなっていうことになってます。はい。岸田政権は長期政権になると思いますか。私は増税ばっかりの情報が出ないので明日には潰れてほしいです。岸田政権は多分長期政権になるんじゃないかなと思っていて、まあ、なんでかっていうと支持率が高いんですよ。一般の人の支持率が高いんです。ニュースとかでの支持率すごい高いです。ただ、投資家からいわゆる富裕層からの支持率って歴史的に低いんですよ。だから一般の人は岸田さんすごいですね、僕支持します、私たち支持しますって言ってるんですけど、お金持ちとか投資家とかその金融関係の人からすると本当に終わってると、もう今すぐにでもやめてほしいって感じなんですよね。でこれは何でかっていうと、もう簡単で、答えは簡単で、岸田さんは金融所得課税上げてみたりとか、そういうね、まあ、いわゆる貧しい人たちに有利に働くような政策を推し進めてるんですよ。いわゆる金持ちが悪だっていう政策をやってるんですよ。だから金持ちからもっと金を取れってやってるんですよね、分かりやすく言うと。だからいわゆる所得の少ない人、特におじいちゃんおばあちゃんからは、よくやった、あの金持ちどもから金取ってくれる、よくやったって支持されるんですよ。これ分かりやすく言うとこんなもんなんですよ。でも結局僕が思ってるのが、ま、巡り巡って絶対そうやってよくやった、岸田さんよくやったって言ってる低所得者層の人に巡り巡って幸せ来ますよ 100%。 なんでかっていうと、まあ今もこれ問題になってますが、金持ちはそうなったらどんどん海外に行きますと。で金融所得課税、いわゆるキャピタルゲイン税を上げるっていうなると、会社を作る人いなくなりますよね。日本で一生懸命ね、何があるかわからないリスクを取って起業して、雇用を生んで頑張るメリット、リターンがなくなるんですよ。だからじゃあ海外で事業を選べばよくねってなるし、日本でこんな頑張って会社やらなくてよくねみたいな、どうせなんか金持ちになってもお金取られるんだったら黙って、まあ、なんかこう YouTube で見ながらなんか適当に働いて何も努力しない方が楽じゃねみたいなのが増えるんで、いわゆるこれは社会主義化なんですよね。でじゃあ結果的にじゃあその日本の、ね、まあ、GDP だったりとか、まあ、いわゆる日本の、ね、まあ、経済成長が止まり、景気が簡単に言うと悪くなりますよね。その幸せ誰来るのってなると、その低所得者の人に来ます。具体的には、企業がね、体力がなくなって、仕事がなくなったりとか、はい、仕事がなくなったりとか、満足な社会保障を受けられなくなったりとか、その幸せが来るんですよ。だから僕からすると、あんなに金融リテラシーの低いなんかこう政権ってないんじゃないかなって、これはまあツイッターとかでみんな言ってるんで、あの有識者は多分同意の意見なんですけど、あんなに何も分かってない政権ないんじゃないかなと。これ政権批判とかしたくないんで嫌なんですけど、正直そういう感想ですよね。うん、よくやるなって、なんか恥ずかしくないのかなって思いますね。それに比べて安倍さんの時はやっぱりそのアベノミクスとか、日本のこの実体経済を良くするようなあの政権っていうか、あの政治をやってたんで、あ、まあみんなの記憶の新しいところに言うと、日経平均上がりましたよね。あ、日経平均上がりましたし、あの為替も円安になりましたし、あのやっぱその数字で表れてるんですよね。うん、日経平均っていうのはその企業にとって、企業って日本っていうか国、日本国家にとっての国際的な、景気の水準でもあるんで、うん、それが明らかに上がってますから、そういう意味ではですね、今の政権に期待してはいけないので、僕はもうこの政権に全く何も期待してないので、もし、それこそ金融所得課税が上がったりとか、これ以上お金持ちをいじめたりとか、なんかそういう、まあ、よりね未来が見えないような日本社会になるんだったら、私はですね海外に行こうと、移住しようという決意をしました。まあ、元々してたんですけどね、はい、なのでワクチンを打ったんですよ、モデルナの、はい、僕にとって唯一のバッドシナリオは、海外、日本ダメだから海外に移住しようと思ってたけど、ワクチンを打ってないから海外に移住できないとか、海外に入れない、入国できないから日本にいるしかないみたいになるのがバッドシナリオなんで、仕方ないからモデルナのワクチンを1回目打ったら咳が止まんなくてってなってて、本末転倒だなっていうことになってます。はい、やっぱ人生うまくいかないですね。何事も全てうまくきれいにいくってことがないんで、はい、今こういう状況です。こういうステータスですね、僕は。はい。